ヤフードームです。プロ野球ファンの皆さん、こんばんは。ソフトバンク日本ハム、この試合の模様をこれからお送りいたします。この放送の解説は田尾靖さん、宮本和智さん、そして実況は山口不二雄でお送りします。それではどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そしてベンチの様子を伝えてくれるポーターです。はい、こんばんは。選手たちのメッセージやベンチ裏の情報を正確にお知らせいたします。頑張ります。はい、どうもよろしくお願いします。さあ、まもなく熱戦の火蓋が切って落とされます。ホークスのスターティングピッチャー斉藤和巳、さあどんなピッチングを見せるのか。負けてはならない試合は絶対に勝つ、常に最高峰を目指し進化を続ける、この男こそ鷹のスーパーエース斉藤和巳。走攻守のスピードとパフォーマンスは身体能力の高さの証。新庄イズムの継承者、森本ひちょり。先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、2割8分5厘のアベレージ、そして打点の数も42となっています。今日の第1球、最初から落としてきました。ワンストライク。トップバッター森本、2球目はどう攻める。スローカーブできました。外へ2球持っていきました。マウンドは先発ピッチャー斉藤和巳。3投目、外際どい、3球とも外に持っていきました。森本、9度目のシーズンを迎えています。バッティングカウントになった。バッター見送りました。外を丁寧に攻めています。1回の表、ファイターズの攻撃、次が5球目。入れてきました。逆でしょうかね。はい、ここは狙い通りとはいきませんでした。フルカウントからの6球目、決まった、三振。まずは立ち上がり三振スタートですよ。はい、三振でスタートを切りました。天才と称された打撃センスの持ち主は堅守堅打の脇役として開花、打撃に守備に飽くなき開拓者たれ、田中健介。田中健介、今年で8回目のシーズンとなりました。第1球、まずは見送りました。ノーワン。さあ、バッター田中健介。さあ、2球目、あっと低め、ワンエンドワン。さあ、ファイターズ、今日はどんな展開になるのでしょうか。さあ、3球目、高めに決まりました。これ厳しいコースですけどもね。はい、このコースに来ていれば簡単には打たれないですよね。はい、その通りですね。次が4球目、連続三振。まっすぐが決まった。これは伸びのあるまっすぐで三振に取りました。パンチ力と巧みさを兼ね備えた一本足打法は勝負強さも抜群、完全復活を目指す次代の主軸、木本邦幸。最初のバッターは三振、その後連続三振を奪っています。まずは初球、あー、打ち上げた。取りました。スリーアウトチェンジ。1回の表終了、ファイターズ3人で攻撃を終了しています。ファイターズの先発ピッチャー、ダルビッシュ、ホークス打線をどう抑えてくるんでしょうか。本格派と技巧派、2つの素質を高いレベルで持ち合わせる天才右腕、すでにエースの風格漂う若武者ダルビッシュ有。長打を捨て単打で出塁率を高めるスタイルに自己改革、チャンスメイクに徹する切り込み隊長大村直行。大村、14年目のシーズンとなりました。まずどこに構えるか。まずはストーンと落としてきました。ノーワンです。バッター大村、この球はどうでしょうか。
めてきました。本当厳しいコース投げますね。はい、ちょっとこれは今日のピッチング楽しみじゃないですか。はい、その通りですよね。1回の裏ホークスの攻撃、さあ3投目、さあアウトコースはどうか。丁寧なピッチングを見せています。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか。2割9分4厘のアベル、そして打点の数は60となっています。ここは見送ります。これ厳しいコースですけどもね。はい、こういう球が来るなら今日は楽しみですね。その通りですね。さあ何を見せるか。あっと打った、見える打球になりました。このままキャンバスを踏んでアウトになります。大村ファーストゴロに終わりました。卓越した走攻守で球界屈指のショートストップに成長。イチローイズムを学び、さらに進化を続ける鷹野プリンス川崎宗則。昨シーズンの成績出ていましたが、3割1分2厘のアベレージ、そして打点数は27となっています。まずはボールから入りました。カウントノーワン、さあバッター川崎、さあ2球目、あっと真っ直ぐできました。ちょっと当たったと思いましたよ。はい、確かにバッターに当たりそうなボールでした。まずはワンアウトにしています。3投目、振りません、ストライク。本当に速いですよね。そうですよね、151キロのストレートでした。さあワンアウトです。バッティングカウントからの4球目、決めてきます。2エンド2になりました。さあ5球目、広角に大きな放物線を描くバッティング、俊足強肩の鉄壁守備、最高峰の外野手へ進化した天才スラッガー田村仁。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割7分6厘のアベレージ、そして本塁打の数は8となっています。先頭打者は内野ゴロ、その後ヒットを許しています。その初球ボールになりました。この球は入りません。初回からヒットを許しています。2球目はどうか、決まりました。ボールカウント1エンド1。タム13回目のシーズンを迎えています。さあ3球目、ストレート上がった、森本前に出る、前に出ます。これでアウトカウントが2つ、センターからファーストへアウト、これで3アウトチェンジ。さあファイター、この後 DH から始まります。どちらの打席でもパワーでスタンドに叩き込む不動の主砲、パナマの怪力スイッチヒッターフェルナンド・セギノール。今日最初のバッターボックスに入っています。どこから行く、最初は変化球できました。いやー宮本さん、今日のピッチングはどうでしょう。このフォークもいいと思いますよ。初回を3人で終わらせています。これはいいスタートできましたね。はい、このボールはどうか、マッと変化球、続けて落としました。0対0で2回の表に入っています。さあ3投目、打った打球は一塁間、取りました、ファーストへ一塁、これは十分間に合います。アウトです。次のセカンドゴロに終わりました。勝負強さが際立つ打撃、強肩が光るアグレッシブな守備、常に全力プレーでチームを鼓舞し続ける優勝請負人稲葉篤紀。最初の1球は何か、最初はフォークから入りました。バッテリー1球外してきました。ワンアウトランナーはありません。さあ次はどう攻めるか、丁寧にコーナーをつきます。まあ、きっちり振ってんですけどね。スイングが豪快にいきました。
先ほど昨シーズンの成績が出ておりましたが、3割飛んで7厘のアベレージ、そして放った本塁打の数が26となっています。しかしこれは外れています。カウント1エンド2。このゲームの最初の打席になります。さあバッティングカウントどう攻める。あっとボールです。さあカウントは1スリーです。稲葉、今年で13回目のシーズンとなりました。次が5球目。ストーンと落としてきました。フルカウントになっています。さあフルカウント第5球。低めのボール打って打球はセンターへ上がった。しかしこれは追いつきます。取ってアウトが2つになりました。センターへの飛球に終わりました。メジャーで鳴らしたバットコントロールで日本野球に素早くアジャスト。投手に頼もしい注目の助っ人アンディグリーン。先頭バッターは内野ゴロ。その後は外野フライに終わらせました。どこから行く。低めのボール打った。曲がったか。この打球はファウルになります。ツーアウトになりました。次の2投目、バッターよく見ています。カウント1エンド1。バッターグリーン。さあ3球目、これは見送りました。スライダーで追い込んでいます。さあ4投目、当てただけのバッティング。これはセカンドの上、取りました。これで3アウトチェンジ。2回の表終了。ファイターズこの回も3人で攻撃が終了しています。厳しい内角攻めもいとも簡単に弾き返す驚異の打撃は神がかり的。比類なくコンプリートスラッガー松中信彦。松中、11回目のシーズンを迎えています。最初の球は初球外してきました。さあ宮本さんにお聞きしましょう。今日のピッチングはどうですか。今のストレートもいいですからね。ノーアウトランナーありません。さあタオさんにお聞きましょう。ホークスはどうすればいいですか。これはね、塁に出ることしかないですよね。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です、これはストライク。平行カウント1エンド1。宮本さん、今日の立ち上がりはどうでしょう。立ち上がりはまずまずじゃないですかね。はい、この序盤のうちにペースを作っていきたいところなんでしょう。低めいっぱい決まった。低めが3つ続きました。さあ第4球、これは変化球。ツーストライクツーボール。さあ何を見せるか。高めに来ました。気合のピッチングを見せました。自らのプロ野球人生を育んだ福岡の地で再びゴーダーを振るう球界屈指の長距離砲。帰ってきたチームリーダー小久保裕紀。ワンアウトになっています。第1球はここは見ていきます。ワンストライクノーボール。さあ今日の第1打席です。さあ2球目、外への変化球。これは釣り玉、引っかかりません。まず先頭バッターから三振を奪っています。さあ次の3球目、決めてきます。カウント2エンド1。次が4球目、2者連続三振。スライダーにバットが空を切りました。メジャー経験豊富なベテランが日本球界で勝負。激化する外野手争いをパワフルなバッティングで奪い取れ。ブライアン・ブキャナン現在連続三振を奪っています。最初の1球は何か。
まずは初球見送りました。ノーアンです。バッター2人を打ち取っています。次のボールは低めはどうか。このストレートがいいですからね。そうですよね。150キロ出ていました。バッターの DH ブキャナン。次が3球目。綺麗に決まった。ボールカウント2エンド1。次の4球目。やっと鋭い打球だ。これはレフトへ。レフトの前に落ちます。アンバウンドヒット。2アウトからヒットが出ました。ブキャナン、レフトへのヒットになりました。内野手戦争に名を挙げたメジャー仕込みのレフティーキラー。パンチ力あるバッティングでアベレージも期待。アダム、このゲームの最初の打席になります。さあ第1球、初球から低めを攻めています。この球は外れています。今日は2回途中までを投げ、許したヒットが2本、この回1本打たれています。しかしこれはボール。ボール2つ続きました。バッターの7番アダム、3投目。これも鋭い当たり、三遊間破った。ショートが中継。さあヒットが出ました。アダム、レフトへの打球はヒットになりました。50メートル5秒台の脚力を生かした軽快なディフェンスと走塁、シュアな打撃で売り出し中。次世代スピードスター本田雄一、今日最初のバッターボックスに入っています。さあどこから来るか。上がって打ちました。右への打球です。取って、これは一塁アウトでスリーアウトチェンジです。2回の表裏終了。ホークスランナー2人残塁です。悔しさも寂しさもぐっとかみしめ、全てをこのバットで打ち返す。坪井コールを背に受け、今復活の時。坪井智近、ノーアウトランナーなし。田尾さんにお聞きしますが、ここはどうすればいいでしょう。やっぱり先制するっていうのは野球の鉄則ですからね。はい、とにかく出塁したいこのバッターボックスです。まずは見送りました。力強い投球を見せます。さあバッター坪井、さあ2球目。変化球を打ち上げた。高い打球。今のはですね、スライダーに対応できませんでしたね。ああなるほど、ピッチャーとしては思い通りなんでしょう。取って、これでワンアウト。自慢のバッティングに加え、課題のディフェンスもレベルアップ。投手に投手をサポートするたくましき女房役、高橋慎二。先ほど去年の成績が紹介されていましたが、2割5分1厘のアベレージ、そして打点の数は19となっています。第1球は、まずはストライク、150キロです。今日の1打席目になります。さあ2球目は、これは速いボール、ワイエンドワン。バッターの8番高橋、さあ3投目。この打球はセンターです。落ちた、落ちました。センターの前、ヒットになった。ここで先制のランナーが塁に出る。センターへの打球はヒットになりました。まあストレートはいいコースに行ってましたけどね。いいボールでしたが打たれました。守備の達人として、つなぎの打撃の職人として、いぶし銀の講師でチームを支援。クロート好みの円熟堅実プレイヤー金子誠。昨年の数字が出ていましたが、2割5分4厘のアベレージ、そして打ったホームランの数が6となっています。ここは見ていきます。ワンストライクです。両チームまだ得点はありません。次の2球目、外への変化球外れました。誘ってきましたが乗りません。さあバッター金子誠、3投目。ここは見送ります。2エンド1。次が4球目。打って、ショートへの打球。取った、2塁へ送ります。2塁はフォースアウト、アウト。1塁アウト、ゲッツー成功。3アウトチェンジ。さあ、もう一度見てみましょう。
3回の表が終了。ファイターズ最後はダブルプレーに終わりました。頭脳的リードで打者の弱点をつきながら抑え、明るい性格でチームを盛り上げる。先発マスクは若手に譲らない的場直樹。攻撃中のホーク、先ほどの攻撃では残塁が2つ、結局無得点に終わりました。第1球です。まずこれは大きく外れました。宮本さんにお聞きしますが、ピッチングをご覧になっていかがですか？本当シュートにキレがありますですね。確かに今日のシュートは切れています。今日最初のバッターボックスです。第2球はどういく？これは変化球入りません。ボールの後もボールです。昨シーズンの成績ご覧いただけたでしょうか？2割にも達していません。さあ3球目、アウトコースは入りません。ボール3になりました。きっちりストライク入れていきたいですよ。ここで歩かせてはいけないと、はい、バッター的場、次の4球目、外に決まりました。ワンエンド3になりました。3回の裏、ホークスの攻撃、次が5球目。これは大きな当たりだ。この打球はレフトへ大きな当たり、高いでフェンスに当たります。打ったバッターは二塁へ向かった。さあショート中継する、ツーベース、的場レフトオーバーのツーベースヒットになりました。ここで打順が一巡します。大村、先制のチャンスという場面での打席になります。さあホークス、ノーアウトからヒットが出ました。まずは初球ストレート、149キロです。さあセカンドランナー返して先制点となるんでしょうか。さあ第2球、まっすぐ打ちました。これはピッチャー正面、三塁へ送ります。三塁、これはタッチしてアウト。これでワンアウトです。ランナー一塁に変わっています。そして打順が変わります。川崎、バッターボックスに入っています。どこに入れてくるか、あっと弾いた。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。打ったバッターはセカンドへ。ツーベースヒット。さあワンアウトランナー三塁二塁、先制のチャンスとなりました。そして打順はクリーンナップへ、田村、このバッターボックスとなります。ここは先制点狙えますからね。はい、この場面は確実に攻めたいところ。初球は低めから来ました。ワンナスイングです。なおもワンアウトです。どこに構えるか。これはスライダー。さあカウントはワンエンドワン。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ3投目、ここはまっすぐ、ワンエンドツーです。初回の1打席目、センターフライに終わっています。あっと高めのボール球、これも高々と上がった。さあ先制のチャンス、サードランナー変えるか、バックホームクロスプレーか、三塁ランナーホームイン。1対0、1点先制します。ここで試合が動きました。さあもう1回今のシーンです。変わります。松中、左のバッターボックスに入りました。この回すでに1点を与えています。どこに出てくるんでしょうか。初球は手を出しません。ワンボールになりました。2回の前の打席、見逃しの三振に倒れています。これも変化球でした。変化球で2つきました。得点差わずか1点、ホークスがリードしています。3球目はどうする。鋭い当たり、抑えた。一塁送球、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。さあファイターズ1点を追いかけます。4回の表ファイターズの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。森本、4回表ノーアウトです。まずは初球、外から攻めていきます。ノーストライク、ワンボール。
4回の表ファイターズの攻撃。さあ2球目、速球決まりました。これは早いですよね。はい、今のは151キロでした。ここまで3回を無失点、まずまずのスタートとなっています。さあ3球目、勢いのあるストレート、2ストライク1ボール。次の4球目、しかしこれは決まりません。これは釣り球、引っかかりません。さあ5球目、ストレート、これはピッチャー抜けた、きれいに抜けた。さあノーアウトのランナーが出ます。ここで次のバッターに変わります。田中健介、ボックスに入ります。初回の最初の打席、見逃しの三振に終わっています。最初の1球、初球を叩いた、打球はライトへ、鋭い打球です。あとはバウンドした、落ちました。さあバッターランナーは2塁へ、セカンドが中継。バッターランナーサードベースも蹴った、あっとこぼれたこぼれた。1対1、追いつきましたファイターズ。点を取られたらすぐに取り返します。同点です。今のシーンもう一度見てみましょうか。いけるんでしょうか。ここまで1点を与えています。さあ初球はどうでしょう。低め打ちました、これはピッチャー正面。スラウのバッティングはセンターに逃げます。セカンドランナー3塁を蹴った。これでこの回3本目のヒット、セカンドランナーがホームに帰ってきました。2対1、逆転成功ファイターズ、初めて勝ち越しました。さあ打順が移っていきます。セミノー左の打席です。今日の3回までのピッチング、許したヒットが4本、そのうちの3本がこの回ということになります。初球インコースから入りました、ボールにしてきました。この試合許したヒットの数が4となっています。低めを打って、これはピッチャーの横、取った、一塁に送ります。一塁はアウト、ランナーは二塁へ。ランナーはワンアウト二塁に変わっています。ワンアウトになって次のバッターになります。稲葉バッターボックスに入りました。まず初球、その初球は外のボール、ボールカウントワンストライク。これが2回目のバッターボックス。次のボールはストレート打って右方向、取りました。一塁はアウトになります。稲葉ファーストゴロに終わっています。そして6番グリーン、あーバッターボックスです。今中盤でしょ、ここでリードが1点じゃね、ちょっと不安ですよ。はい、ここでの結果が試合の流れを左右します。まず変化球で空振りさせました、ワンストライクノーボール。奪った三振の数が2となっています。2球目です、低め打ちました、ショート後方への打球、あっと落ちた、落ちた、センターの前、三塁ランナーが今ホームイン。3対1、センターへのタイムリーヒット、ここも点を加えます。2点のリードに変わりました。下位打線に回ります。坪井、左のボックスに入っています。この回すでに3失点となりました。まずどこに構えるか、これは上がった、打球は上、ファウルになりました。このイニング7人目の打者を送り込んでいます。さあ2球目は思いっきり落としてきました、フォークで追い込んでいます。ツーナスインからの第3球、あっと見逃し三振、スリーアウト。最後三振を取ったのはスライダーでした。さあホークス、次の攻撃は5番からということになります。4回の裏、ホークスの攻撃、ホークスの先頭バッター、ここも右のボックスに入りました。最初の1球、真ん中は、打球は左、取りました、ファーストへ送ります。これは一塁アウトです。ここもショートゴロに終わっています。次のバッターはどうでしょうか。ブキャナン、右バッターボックスに入ります。この試合の奪三振の数が2となっています。さあ初球はどうでしょう。最初は見ていきます、ノーワンです。
2回の第1打席レフトへのシングルヒットを記録しています。2球目です。これは外へ逃げます。バッテリー1球2球と外してきました。ホークスファンでいっぱいの福岡ヤフージャパンドームから実況生中継でお送りしています。さあ3球目、これはストレート、カウントノースリー。ブキャナン、今日のゲームは1回出塁しています。次の配球はアウトコース決まった。なんか外が多いですね。はい、外へのピッチングを見せました。ワンアウトになりました。次が5球目、あっとこれは痛烈な当たり、打ち上げてセンターへの打球、取りました。これで2アウト。ブキャナン、センターフライに終わりました。打順が変わります。アダム、右のバッターボックスに入りました。アダム、一度の出塁がありました。今日のゲームです。最初の1球は成田、ここは見ていきます。もうボールが来てますよ。そうですよね、151キロのストレートでした。7番バッター、アダム、2球目はどうか。外へのボールは入りません。ワンエンドワンです。早くも打たれたヒットの数は5となっています。さあ3球目はどうか。今度もいい当たり、レフトへ上がった、レフトへ。さあ4球目、ガーッと打ちました。これはピッチャー破った、きれいに破りました。さあ2打席連続のヒット、塁に出ます。さあ田岡、今のバッティングはどうでしたか。いやー、今すぐだったんですけどね。この腰のストレート振られてしまいました。最初は見ていきます。いいところへ決めてきます。今日は4回途中までを投げて許したヒットが6本、この回そのうちの1本がありました。今度もまっすぐできました。ワンエンドワン。なおも2アウトです。さあ次の3球目、行きました。これはセカンド取った、一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。4回の裏を終了、ホークス0点で攻撃を終了しました。5回の表、ファイターズの攻撃。ファイターズの先頭バッター高橋、ホークスに入っています。さあどこから来るか。まずは見送りました。さあカウントはワンナッシング。今日2度目のバッターボックスに入っています。次の2球目、外の球、これは入っていました。2ストライク。追い込んだが、この球はストレート外れました。バッター我慢しましたね。はい、しっかりと見ました。さあ4投目、空振り、結局空振り、三振に終わりました。バッター金子誠、右のバッターボックスです。連続三振を奪っています。まずどこに構えるか。初球を投げてストライク。これは早いですよね。はい、今のは151キロでした。まず先頭バッターを三振に仕留めています。2投目は、しかしこの球はボール。さあカウントはワンエンドワン。ここまで3点を与えています。さあ3球目はどうか。変化球、これはサードになります。取りました、ファーストへ送ります。これは一塁アウト。金子、サードゴロに終わっています。打順がトップに戻ってきます。森本、右のボックスに入りました。初球です。まずは初球見送りました。これは伸びてきます。
今日は5回途中までを投げて許したヒットが5本、そして失点が3あります。2球目です。打ってこれはショート取りました。一塁に送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあホークス2点を追いかけます。5回の裏ホークスの攻撃、9番からの打順になります。的場先頭打者としての役割は果たせるんでしょうか。最初の1球、最初のボール外れました。さあワンボール。ここまで1点を失っています。さあどうでしょう。変化球打って打球は右、取った一塁へ。これは一塁アウトです。的場ファーストゴロに倒れました。そして打順がトップに帰っていきます。大村打席に入っています。初球は最初はストライク、これはちょっと手が出ません。この試合打たれたヒットの数が6となっています。どこに構えるか。変化球外へ2つ続けました。さあ3回目のバッターボックス。さあ3球目、インコースはどうか。ワンツー、今日奪った三振の数は2となっています。さあバッターちょっと有利か。この球は見ます。カウント2エンド2。さあ何を見せるか。なんと鋭い打球だ。抜けた。間をきれいに破りました。ここでヒットが出た。大村ライトへヒットを打ちました。さあ打順は2番に回ってきます。川崎左の打席に入っています。さあどこから来るか。まずこれは大きく外れました。ワンボールです。前の打席2打席連続のヒットを放っています。空を切ります。ワンストライクワンボール。川崎この試合の出塁は2回あります。さあ3球目はどうか。ボールになります。さあワンツーです。依然ワンアウトです。バッティングカウントになった。ここは見送ります。平行カウント2エンド2。さあ5球目、これもいい当たりだ。セカンドへの打球、2塁へ、2塁フォースアウト。1塁どうだ。1塁はセーフ。ちょっと次を考えるとここでゲッツしたかったですね。はい、そうですよね。残念ながらありませんでした。初球はどうか。最初はカーブから来ました。さあワンボール。3番バッター、タム。次の第2球ストレートできました。力のあるボールを投げ込んできます。この回ワンアウトからのヒット、その後は内野ゴロに終わらせました。外のボール、このカーブで追い込んでいます。次が4球目。さあファーストランナーがスタート。2塁はどうだ。セーフ、盗塁成功。さあ今のプレーご覧いただきましょう。次が5球目、今度は変化球、2ストライク3ボール。今度より栄養ドリンクが送られます。これはどうだ。あっと不利だった。この場面無得点に終わりそうです。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ゲームは5回まで終了しています。ホークス無得点に終わっています。毎回ヒットは依然継続中です。ヤフ
フードームは6回の表ファイターズの攻撃、2番からの打順になります。田中健介ボックスです。初球はどうでしょうか。初球振りません。ノンストライクワンボール。今日の5回までのピッチング、打たれたヒットが5本、失点は3となっています。2球目はどうでしょう。これはストライク。ちょっとタイミング取れていません。失点してからのピッチング、どう見ますか。まあ、さっきの回は抑えましたけど、もうちょっと見ないとわからないですね。さあ、あっと、抜けた、センターに抜けます。ノーアウトからヒットが出ました。田中、センターへのヒットになりました。さあ、打順が変わります。木本、左のバッターボックスです。木本、今日のゲームは1回出塁しています。4回の2打席目、勝ち越しのタイムリーヒットを打っています。第1球です。コーナーをいきなりついてきます。今のは思わず見送りました。ヒットのランナーを許しています。ここまで3点を失っています。さあ2球目、ここはストレート。ボールカウント1エンド1。ノーアウトです。一塁はセーフです。なんかランナーが気になるんですかね。はい、牽制を続けています。3投目、この球は落としましたが決まりません。ワンエンド2になっています。奪っ、ファーストランナースタート。まっすぐを打って右方向へ、ファウルボール。さあ5球目、ストレート打ちました。右へ行った。田村前進前進、ワンバウンドヒット、落ちました。中継のセカンドへ。ノーアウトランナー三塁一塁、追加点のチャンスとなりました。ここで一発が出ると試合はさらに面白くなるであろうという場面です。次のオール、このバッターボックスとなります。まあ、いい場面を作れましたよ。ですね。ここはじっくり行きたい。外めのボールから来ました。カウントワンストライク、ノーボールです。まだアウトカウントはありません。次の2投目、まっすぐ落ちました。打球はセンターに上がっている。センターの前に落ちた。ワンバウンドヒット、三塁ランナーホームイン。4対1、センターへのタイムリー、追加点が入ります。その差は3点になりました。そしてホームランを期待できるバッターの登場となります。稲葉、そのバッターボックスです。ファイター、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。まず速球から入りました。ちょっとまっすぐが多いでしょ。単調になってますよね。はい、確かに素晴らしいストレートが来ていますが、次が今日の70球目。あー、転がしてしまったが、センター方向はどうか。さあセカンドランナー三塁を回ります。さあヒットになる。バックホームする。セカンドランナー今ホームイン。2対1、センターへのタイムリーヒット、さらに点を加えます。4点差に広がりました。さあ打順が移っていきます。グリーン、バッターボックスです。すでにこの回2点を取られています。最初の1球は何か、送ります。取って一塁に送ります。送りバントが成功しています。ワンアウトになりました。そして打順が変わります。すごいバッターボックスです。さあバッター、すごい、どこから狙うか。外から攻めていきます。ボールカウントワンストライク。これが3回目のバッターボックス。2投目は、これは外れました。ワンエンドワンです。ワンアウトになっています。さあ3投目、コーナーを狙います。ワンエンドツーになりました。4回の第2打席、三振に終わっています。変化球打ちました。打球はライトへ行ったか、ボールか、ボールか、入った。ホームラン、リーランホームラン、入った、入った、入った。変化球打ち返した打球はライトスタンドに飛び込みました。6回の表、ホームランを放ちました。ここで点差を大きく開いていきます。今ホームインしました。8対1。さあ今のバッティングなんですが、赤尾さん、今のはね、もちろん変化球でしたけども、綺麗に打ってんですよ。はい、3点を追加します。さあ今のプレイ、もう一度見てみましょう。
ホークス今日最初のピッチャー交代です。リコースちょっと遅すぎるぐらいですよね。ワンアウトからの降板となります。ファイターズ打線をどう抑えてくるんでしょうか。長身から投げ下ろす角度ある直球を武器にメジャーの経験を織り交ぜる中継ぎのスペシャリストがここに飛び立つ、クリストファー・ニコウスキー。打順は次に変わります。高橋、右バッターボックスに入ります。何を投げてくるか。初球ストライクを取りました。ワンストライクです。この回7人目のバッターです。このボールはどうか。ストレート落ちました。ブルワーピッチャー正面、一塁はアウトになります。高橋ピッチャーゴロに終わりました。そして次の9番金子誠、右のバッターボックスに入っています。まず初球、外めのボールから来ました。ノーアウト。ようやく2アウトまで来ました。2投目大きく外れました。ノーツー。5回の2打席目、サードゴロに終わっています。さあ3球目、内へ低めのボール、ノースリーです。これが今日3回目の打席。さあ次の4球目は、決まった、インコース高めの球、ワンストライクスリーボール。ツーアウトランナーはありません。この回はシングルヒットが始まりでした。そして高めのボール打ちました。左へ行った、ナイスフィールディング、アウトです。今のは本当にいいプレーですよ。さあ今のシーンです。さあホークス、次の攻撃は4番から始まります。6回の裏、ホークスの攻撃。その裏の攻撃のトップバッター松中、6回の裏ノーアウトです。さあ1球目、最初はインコースから来ました。ボールカウントノーアウト。攻撃中のホークス、先ほどの回は残塁が1、そして得点はなりませんでした。バッター見送りました。ボール2球続きました。今日3回目のバッターボックスです。さあ3球目、外角低めのストライク、151キロです。今日奪った三振の数は2となっています。さあバッティングカウント、いい当たり、大きいぞ、右へ行った、大きな打球、ものすごいスピードでライトスタンドに突き刺さりました。今ホームイン8対2。そしてチームメイトが並んでいます。1点を返します。まだ点差はあります。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そしてバッター小久保、6回の裏ノーアウト。この回すでに1点を許しています。1投目、ここは見ていきます。針の穴を通すコントロールです。ここまでの失点が2となっています。次の第2球、入りました。変化球で2ストライク目を取りました。さあ追い込んだ、ボール入ったが低めを丁寧に攻めています。さあ第4球、これも強烈な打球、しかし野手がいます。正面です。取った、取っています。何は言うことないんですけどね。はい、しかしいい当たりでした。最初の第1球、まずはインコース、ワンナッシングです。
ッターは DH ブキャナン。次の2球目、これも鋭い当たり。次のボール注目しましょう。高めを打って左への打球、しかしファウルボールです。さあ4投目、打球はサードへ、サードが取ります。ファーストへ、ファースト取って、これはアウトです。ブキャナンサードゴロに倒れました。次のバッターが入ります。アダン右の打席です。第1球はどうか。初球ストライク、151キロのストレート。アダン今日のゲーム2回出塁しています。2球目はどうか。まっすぐ打ちました。これはピッチャー抜けた、抜けました。ヒットになった。3打席連続のヒット。センターへの打球はヒットになりました。でもアンストレート打たれたらしょうがないでしょう。速さだけでは抑えられませんでした。どう組み立ててくるか。最初のボールを決めました。150球のストレート。依然2アウトです。さあ次のボールは打って、打球はセカンドへ、取った、ファーストへ送ります。一塁、これは余裕でアウト。これで3アウトチェンジです。6回を終了。しかしホークス1点を返しています。8対2リードが小さくなりました。7回の表ファイターズの攻撃、この回はトップからの打順ということになります。森本7回表ノーアウトです。何を投げてくるか。まずは遅い球から入りました。カウントノーワン。両チーム1本ずつのホームランというこのゲームです。さあ第2球内へ、ワンエンドワン、カウントワンエンドワン。5回の3打席目ショートゴロに終わっています。3球目外を誘ってきましたが乗りません。バッターの1番森本、バッティングカウントになった。高めのボール球を打った。今のはね、引っ掛けてしまいましたね。ここはうまく打ち取りました。森本セカンドフライに終わりました。そして次の2番田中健介、7回表ワンアウトです。初球はどうでしょうか。まず大きく外れてボールになりました。ノーアウト。今日は1回を投げてヒットは打たれていません。無失点に抑えています。鋭い当たり、ファウルです。一塁線はファウルになります。田尾さん宮本さんのダブル解説、実況山口不条でお送りしています。ラインギリギリ、これはファウルボール。次の4球目、空振り三振、結局スイングアウトの三振です。さあ今のプレイもう一度見てみましょう。そしてクリーンナップへと続きます。木本左のバッターボックスに入ります。木本ここまで2回塁に出ています。1投目まずはスローカーブを見せました。ここは外してきました。2アウトになっています。さあ2球目大きく外れてボールになります。バッターに対してボール2つ続きました。先ほどの第3打席ライトへのシングルヒットを放っています。横へ曲げてきました。さあノースリーです。この回まず2アウトを取っています。さあ4球目、これはストレート。ここでストライクカウントが入りました。今日4回目のバッターボックスに入っています。次が5球目、ファーボールです。歩かせてこの後4番を迎えていきます。そして次は DH セニノーバッターボックスに入ります。この回あっという間に2アウトになりました。しかしその後にファーボール、ランナー許しました。まずは簡単にストライクが来ました。148キロです。今日はここまで3打数1安打、打点は1の内容です。第2球はどういく。スライダーできました。2つストライクが来ました。さあ1球様子を見るか。
さあこの打球はショートへの打球、あーっと抜けた、きれいに破ります。ファーストランナーは二塁に止まります。フォアボールからのピンチを招いた。次のレフトへのヒットになりました。さあ次のバッターにつなぎました。稲葉左打席に入っています。最初の1球外から攻めていきます。さあワンボール。6回の3打席目、タイムリーとなるシングルヒットを放っています。まっすぐを持ってきました。ワイエンドワン、この回ヒットを打たれています。さあ第3球、あーこの場面でセカンドへのゴロになりました。一塁はアウトでフリーアウトチェンジになります。7回の表が終了、ファイターズ2人、ランナー残塁です。ファイターズ2番手のピッチャーを出しています。立山リードを大きく取っての登板となりました。ホークス打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ボールのキレと左右の揺さぶりが身上のサイドハンド、独特の沈むボールで打たせて取る投球術は健在、立山義則。7回の裏ホークスの攻撃、対するこの回の先頭的場、先頭バッターとして繋いでいけるでしょうか。まずは初球、初球振りません、ボールカウントノーワン。的場一度の出塁がありました今日のゲームです。次の2球目、スライダーを投げてきました。2球目も外れています。7回の裏ホークスの攻撃、さあ3球目は、この変化球はわずかに外れました。バッターに対してボール3です。ちょっと苦しくなりましたけども、はい、やはりここは歩かせてはいけないと、はい、攻撃中のホークス、前のイニングは1つの残塁、しかし1点が入っています。次のボールは変化球決まってワンスリー、ここはバッター見てきました。ここまでのホークスヒットが9本、そして2点を入れています。ファイターズがリードしています。さあ何を見せるか、変化球高いバウンドになりました。低いコースに思わずバットが出ました。さあ2エンド3、三振、トップバッターは三振に倒れました。打順が移ります。大村左のボックスです。大村ここまで出塁は1回という内容です。何から持ってくるか、外めのボールから来ました。カウントワンストライクノーボールです。まず先頭バッターから三振を奪っています。2投目はまっすぐできました。ツーナスイングです。この3球目はどうする、コーナーをつきます。ツーエンドワン、変化球ツーツー、次が5球目、あっと今度は外、フルカウントです。フルカウントからの6球目、この球は外れてフォアボール、フォアボールのランナーを出しました。そしてバッターは2番川崎、打席に入りました。今日ここまでは3打数2安打。さあ初球です。最初はボール、ワンボールです。この前の打席はいい当たりだったんですが、セカンドゴロに終わっています。もう1回持ってきました。2球続けてのボールとなりました。バッター川崎、さあ3投目、これは変化球、思い切った配球ですよね。はい、確かに意表をついたコースでした。
今日4度目のバッターボックス。さあバッター有利か。これはバッター棒立ち。これは3つ低めに持っていきました。さあ5球目、高め打ちました。打球上がった。森本前に出る。前に出ます。これでアウトが2つ。川崎センターへの引き上げ終わりました。アウトが2つになって次のバッターになります。タム右バッターボックスに入ります。さあバッタータム、最初の球は初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。ファーストランナースタートしました。さあヒットエンドランです。三遊間を綺麗に破りました。ファーストランナー二塁回った。ファーストランナーは二塁ストップ。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。今のはどうでしたでしょうか。今のまっすぐでは抑えるのは難しいと思いますよ。ああなるほど、この球を打たれました。最初は見ていきます。ここは1球外します。今日4回目のバッターボックスに入っています。変化球決まってワンエンドワン。でもバットは出したかったですよね。そうですか、バッテリーが裏をついたんですね。この前の第3打席ホームランを放っています。主審の手は上がりません。ワンエンド2です。ヒットでランナーを出しています。さあバッティングカウント、外のボール、ワンエンド3になりました。今日はここまで3打数の1安打、ホームランが1本になります。これも痛烈な打球。ああこれはファウルグラウンドです。今のはねファウルになって助かりましたね。ここはランナースタート。さあ抜けるか、ランナー収束、帰ってくるのが十分です。一塁送球アウト。この攻撃はファインプレーに阻まれました。いいんじゃないですか今のプレーなんかね。ええ場内もぐっと盛り上がります。さあファイターズこの後6番から始まります。8回の表ファイターズの攻撃、6番からの打順になります。グリーン右の打席です。初球は最初はスライダーできました。ボールにしてきました。グリーン今日は1回塁に出ています。さあ次はどう攻めるか。あっと打った、秋はセカンド後方へ。いやボールの力に負けてましたよ。はい、力のこもった速球でした。グリーンセカンドフライに倒れました。次のバッターはどうでしょうか。すごい、8回表ワンアウトです。さあ最初の1球、初球インコースから入りました。ここは外してきました。点差変わらず6点差、ファイターズがリードしています。2球目はどうでしょう。ストレートを持ってきました。ワンエンドワンになりました。ここまでは3打点という成績です。しっかり捉えた、ライトへどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ランナーが出ます。2打席連続のヒット、ライトへのヒットになりました。今のは変化球が甘く入りましたよね。はい、その球をヒットにされたという今の場面でした。まずは初球、初球見送っていきます。さあワンボール。ここまでの全打席です。センター前ヒット、空振り三振、おっとバントでした。抑えた、一塁に送ります。アウト、一塁アウト。これで2アウトです。そして次のバッターとなります、金子誠、打席に入ります。他の、ね、選手はみんなヒット打ってるんですよ。はい、この打席もそれを狙いたいところでしょう。最初はチェンジアップを持ってきました。ワンストライクです。今日は2回と3分の1を投げて打たれたヒットが2本、与えた得点はありません。ストレートできました。カウント2ストライクノーボールです。キャッチャーの要求は横へ曲げてきました。さあカウント2エンド1。さあ4投目、緩いボール打った、左へ持ってきます。レフトワンバウンド、さあ落ちました。ボールは中継でショート、今セカンドランナーホームイン。9対2、レフトへのタイムリーヒット、1点を追加します。これで7点差になりました。
打順がトップに戻ってきます。森本8回の表ツーアウトです。ファイター、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。まずは見送りました。ボールカウント1ストライク。ツーアウトランナー1塁です。次のボールはインコースは、これは外れました。さあカウントは1エンド1。6回の第3打席、セカンドフライに終わっています。さあ3球目はどうか。鋭い打球、レフトへ上がった。いくついくでしょうね。受けた、長打コースになる。打ったバッターは2塁へ、中継のショートへ、ツーベース。ツーアウトながらランナー3塁2塁。この回もチャンスを作りました。さあ打順が変わります。田中健介、左ボックスに入りました。さあランナーは三塁二塁に変わっています。さあタオさんにお聞きしましょう。ファイターズの攻め方はどう見ますか？ここはね、もう楽にいけますからね。はい、この場面はどんな作戦で攻めてくるんでしょうか？はい、ここは見ていきます。宮本さんにお伺いしましょう。このピッチングはどうご覧になってますか？本来のピッチングではないんでしょうね。今度もいい当たり、取ったショートバウンド。しかしこの打球はファーストの守備範囲、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。ゲームは8回の表を終了。しかしファイターズ1点を追加、9対2、点差を開きました。8回の裏、ホークスの攻撃。ホークスのトップバッター、徳保、次へとつないでいけるでしょうか？初球はどうでしょうか？初球は手を出しません。ボールにしてきました。今日は1回を投げて許したヒットが1本、失点なしのマウンドです。2投目は高めの変化球、外れました。2球変化球できました。先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、サードライナーに終わっていて、いいバッティングでしたよ。さあ第3球、低めは外れました。ボール3になりました。まあ、次のバッターがあれですからね。フォアボールはダメですよ。ああ、次のバッターの前でランナーを出したくないということですね。さあ次のサインは、ノースリーからって、これはサード取りました。一塁へ、これは一塁アウトです。徳保サードゴロに終わっています。次のバッターに変わります。ブキャナ、右のボックスに入りました。この回はワンアウトになっています。どこから攻めるか。その初球ボールから入りました。ボールカウントノーワン。この前の当たりは芯で捉えたんですが、サードゴロに倒れています。さあ2球目はボール。さあカウントはノーツー。まず先頭バッターを打ち取っています。3球目はどうする。これはストレート、これはバッター動けません。このゲームはここまで3打数1安打、バッティングカウントになった。スライダーを持ってきました。ワンエンド3になっています。これが4回目の打席。さあ何を見せるか。これも強烈な打撃、これはレフトへ行った。大きな打球、すごい大きな打球、頭上を越えていきました。ボールは中継のショートに返すので精一杯です。ツーベースヒット。川さん、今のバッティングは。今のはね、スライダーを打ち返しましたね。あ、そうですか。そのボールヒットにされました。さあ完封ペースのこのピンチ、さらに体力的にも苦しくなっています。ちょっと疲れもあるみたいですけどね。はい、さあ打順が移っていきます。アダム、得点圏にランナーを置いての打席になります。確かね、今日は3安打打ってんですよね。はい、このゲーム順調にヒットを重ねています。初球ボール、バッテリー1球外してきました。今日は1回と3分の1を投げて許したヒットが2本、そのうちの1本がこの回です。これはボール1個外れています。ノーツー。バッターアダム、次が3球だ。高めストライク、カウント1エンド2。この
この回ツーベースヒットのランナーを許しています。外へ持ってきました。さあカウント2-2。さあ5球目、バーッとヒヤッとしましたが、バーッとフルカウントまで来ました。フルカウント2-3。さあどうだ、低いボール、左への打球になりました。ファーストへ送ります。ファースト取って、これはアウトです。ショートゴロに倒れました。そして次のバッターとなります本田、得点のシーンを演出できるんでしょうか。1投目まず外から入りました。ワンボールになりました。さあ今日のバッティングなんですが、3打数ノーヒット、まだヒットが出ません、まあ、1本ぐらいはねヒット打っておきたいでしょうね。はい、これはストライク、このボールは見送るのが精一杯。ツーアウトになりました。3球目、変化球で2ストライク目を取りました。2ストライク、追い込んでいます。次の4球目、ここは見送ります。 2-2 です。さあ何を見せるか、これは強い回だ、あーっと抜けた、抜けていきます。ここでヒットが出ました。ファーストに代走を送ります。南塁についています。さあ打順が移っていきます。的場、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。さあ初球はどうでしょう。あっとワイルドピッチでしょうか。その間にサードランナーホームを狙った、三塁ランナーが今ホームイン。ワイルドピッチで点が入りました。9番バッター的場、2投目外いっぱい決まった。ボールカウント1エンド1。今日4度目のバッターボックス。さあ3投目、変化球打った、打球は左へ、ファウルです。でもファウルですね、良かったですよ。はい、やはりプレッシャーがあるんでしょうか。低めのボール打って、これは高いバウンド、抑えた、一塁へ、一塁、これは余裕でアウト、これで3アウトチェンジです。さて試合はファイターズリードのまま9回最終回へと入っていきます。ここで3番手ピッチャーに変えます。篠原、ファイターズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。ストレート一本やりから緩急を交える投球術を身につけ、モデルチェンジ、生まれ変わったベテラン左腕篠原貴之。9回の表ファイターズの攻撃、この回クリーンナップから攻撃となります。木本、バッターボックスです。第1球はここは見ていきます。ここは1球外します。打席内容です。ピッチャーフライ、タイムリーヒット、ライト前、低め落ちました。この打球は右方向上がりました。木本、ここまでは3度の出塁を記録しています。さあ第3球、外れました。これは釣り球、引っかかりません。今日の成績をご紹介しましょう。3打数の2安打、そして打点が1あります。あーっと、これはいい当たり、これはファーストになります。ファーストへ送ります。一塁、楽々アウトです。木本、ファーストゴロに終わりました。バッター DH、ベニノー、右のボックスに入っています。最初の1球、最初はストライク。さあカウントは1ナッシング。今日のここまでは4打数2安打、打点は1の内容です。2球目はどうか。ストレート決まって2ナッシング、2ストライク、ノーボール。ツーナッシングからの第3球、3球三振、空振り、全部インコースとは考えましたね。はい、で三振を奪いました。フォーク、この場面で4番手のピッチャーとなります加藤。ツーアウトを取ったところでマウンドへ上がります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。胸元を鋭くえぐるシュートを軸に、落ち着いたピッチングで非常事態を切り抜ける夏腕救世主佐藤誠。そして次の5番稲葉、左の打席です。今日5度目のバッターボックスに入っています。さあ1球目、初球叩いて、これはいい当たり、右に持っていった、ライト線に上がっている。この前の打席はきっちり捉えたんですが、セカンドゴロに倒れています。さあ2球目は外の、次は内に持ってきました。
キャッチャーのサインは外、外れてボール。この球はボールになります。次が4球目、これはボールになります。2ストライク2ボール。さあ5球目、カップ空振り三振、スリーアウトチェンジ。結局空振り三振に終わりました。さあホークス、この後トップバッターからの打順となります。ファイター、ここで3番手ピッチャーを出します。押本、大量のリードという場面で登板します。さあ最終回、注目のピッチング。球速豊かなストレートと待ちきれないスローカーブの緩急差で勝負。打者を惑わす時間差投法、押本武彦。9回の裏、最終回の攻撃。この回はトップから始まっていきます。大村、最終回の裏ノーアウトです。初球大きく外れています。ボールにしてきました。成績をご紹介しましょう。3打数の1安打、ストレート、これはファウルグラウンド。今のはファウルになります。攻撃中のホークス、先ほどの回は残塁になります。しかし1点を入れています。スライダー決まりました。2エンド1です。次の4球目、ストレートできました。2エンド2になりました。次が5球目、変化球はわずかに外れました。このフルカウントはね、ピッチャーちょっと嫌でしょうね。はい、さあフルカウントになった。あー、ファーボール。いきなりトップバッターを歩かせました。さあ打順が変わります。川崎、ホークスに入りました。6回の3打席目、センターフライに倒れています。何を投げてくるか。初球はボールになりました。カウントノーワン。2回塁に出ています。この変化球は外れています。2球目も変化球でした。バッターの2番川崎、内への変化球、ボールカウントノースリー。今日の打席結果です。シングルヒット、内野安打、セカンドゴロ、そしてセンターフライ。4打数の2安打。さあ4球目、ストレートのファーボール。ファーボールで1塁ランナーは2塁へ。これで2塁1塁です。さあホークス、ファーストランナーを変えてきました。森本がベースにつきました。そしてバッターは3番丹野。得点圏でのバッティングはどうでしょうか。今日は1打点がついています。さあ初球外に来ました。ノーワンです。田村、一度の出塁がありました。今日のゲームです。低いボール、打球は上、ワンアウトです。田村、センターフライに終わりました。ワンアウトで次のバッターが入ります。松中、ランナーをホームに迎え入れることはできるんでしょうか。初球はストレートから入りました。この前の打席はいい当たりだったんですが、ファーストゴロに終わっています。見事にね、捉えてんですよね。まっすぐが決まりました。さあ、ツーナシングとなりました。3球で決めてくるか。ストレートを外れました。カウント2エンド1。さあ、4球目、しかしこれは決まりません。2ストライク2ボール。さあ5球目、この変化球は入りません。2ストライク3ボール。どちらが勝つか。まっすぐ決まった。外のボール、空振りの三振を奪いました。さあリプレイでご覧いただきましょう。しかしクリーンアップが続きます。国母、得点圏にランナーを置いての打席になります。
あと1人で勝利となるが、ストレートを振ってサードへの当たり、取って一塁送球、試合終了。このオープン戦は9対3、ファイターズホークスを破りました。投手リレーで逃げ切りました。日本ハム、ご覧いただきました。この放送の解説は田尾康さん、そして宮本和智さんでした。楽しい解説をありがとうございました。